Fiery! Traitor! Sephiroth! Luffy! Zoroxus! Why? Axel! I'm a fool! Xemnas! You're right.俺にとって本当に大切な人は、ダメか。思い出せない。ナミネのことしか浮かんでこないんだ。なあ、二人は何か覚えてるか。うん、僕もダメだぞ。大事なのに思い出せないんだよ。本当は少しだけ、ほんのちょっと偉いよ。ねえ、みんなで約束しようよ。え？さっき空の話を聞いて考えたんだけどね、どんな約束でも守るぞって決めたら不安に立ち向かう勇気が湧くと思うんだ。勇気か。じゃあ約束しよう。何があってもどんな時も離れ離れになっても、お互いを忘れてしまっても、俺たちは友達だ。よし、約束だ。よくも私の前に出てこられたものだな、裏切り者が。裏切り？さあ、何のことだかな。なぜナミネを行かせた？貴様が余計な真似をしなければ、キーブレードの勇者は我らのしもべに変わった。ああ、そういう計画だったな。ナミネの力を利用して空の記憶を少しずつ作り変え、ナミネに言いなりの存在に変える。で、ナミネを通じて空を操り、ラクシーヌと共に機関を乗っ取る。違うか？裏切り者はあんたの方だろ、マルーシャ。いつから我らを疑っていた？お互い人を信じる心はないだろ。ふん。反逆の証拠をつかむために、ビクセンを消してみせたのか。俺はやりたくなかったけど、あんたの命令だったしな。ほう。記憶してるか？裏切り者は始末せよ。そうさせてもらうぜ、マルーシャ。思ってたよりは、いい腕だ。お前を助けた甲斐があったな。助けた？どういうことだ？それを話したらつまんないだろう。アクセル！ラクシーヌは消えて反逆の罪を償った。あんたもそうしろ。機関の名においてあんたの存在を終わらせてやる。似合わんセリフだな。いっぺん言ってみたくてよ。
盾のつもりか？道連れにしかならないぜ。どうかな？聞こえたか、ソラ。ほう。アクセルは、ナミネもろとも私を消すそうだ。お前の力で防いでみせろ。なんだよ。もうマールーシャの操り人形なのか？お前を倒したら次はあいつだ。なあ、ソラ。お前と俺らの間にはちょっとした縁がある。できれば戦いたくねえが。ここで逃げたら機関の名が廃るよな。アクセルを倒したか。キーブレードの力、何としても手に入れねばな。ナミネを離せ。お前に勝ち目はない。ナミネ、ソラの記憶を消せ。そんなことしたら。そうだ、ソラの心は打ち砕かれる。ソラの心が壊れちゃうよ。無傷で手に入れたかったがな。時間をかければ私のしもべに作り直せる。やれ、ナミネ。いや、全部私の嘘だったのに、ソラは許してくれた。なのに心を壊すなんてできるわけない。私はどうなってもいい。ソラを傷つけるのは絶対に嫌。ならば。やるんだ、ナミネ。やっちゃっていい。俺の記憶を消すんだ。ソラ、なんてことを。だって、ナミネに何かあったら、俺、守れない。だからやるんだ。記憶を消されたって、心が壊れたって。約束は、ナミネは必ず守る。俺を信じてくれ。ソラ。記憶なんかなくたって、マールシャぐらいやっつけてやるって。シューさん、もしソラが忘れても僕たちは忘れないぞ。ソラの分まで僕たちが覚えておけばいいんだもんね。ああ、みんなの記憶のかけらを集めて新しい思い出を作ればいいんだ。忘れているようだな。ナミネの力で記憶を消されればお前はもう抜け殻だ。感じる心も思う心も失う。あの、哀れな偽物のリクのようにな。そいつはどうかな。はぁ、貴様は、リク。違う。ただの偽物さ。抜け殻が、すべてを失ったはずのお前が、なぜ、俺の体も心も偽物だ。なくすものなんて、最初から何もなかった。でも、なくしたくない記憶はあった。たとえ嘘だったとしてもだ。幻の約束でも構わない。俺は、ナミネを守るんだ。おれ。嘘から生まれた記憶の鎖で自分の心を縛りつけるのか。心を持つ身でありながら心の自由を捨てるというのか。真実に背を向ける弱い心ならば私の敵ではない。一切の心が消えた無の世界。お前の心を虚しく散らせ。ああ
咲き誇る闇に食われ、光なき忘却に沈め。どうした？その通りだ。ただし、滅ぼされたのは私のダミーに過ぎない。だったらどうした？こいつも偽物か。本物はこの奥に。うん、やっぱりな。すごい力を感じるよ。心が押しつぶされそうだ。でも僕たちなら大丈夫だよ。そら、そう。リク、ナミネを頼む。俺でいいのか？悪いか？わかった。大丈夫か、リク？リクじゃない。偽物だ。いつどこで、何のために生まれたかも思い出せない。消えずに残っているのは、お前とナミネのことだけさ。そいつも、嘘の記憶だけどな。ねえ、ナミネ。リクの記憶を元に戻す方法はないのかい？それは…俺に構うな。もういいんだ。待てよ。偽物だとか、そんなのもう関係ないって。ここにいるお前は他の誰でもない、お前だけの心を持ってるんだろ。お前の思い出は、お前だけのものなんだから、大切にしろよ。ソラ、お前は優しいな。お前の気持ちは本物だって、偽物の俺でもわかるよ。それだけでいい。リク！あいつ…僕たちの記憶は戻る？うん、思い出せなくなっても、記憶が消えたわけじゃないから。どういうこと？過去を一つ思い出すと、一緒に別の記憶も蘇って、やがていろいろ思い出してくでしょ？記憶は、つながっているの。たくさんの記憶のかけらが、鎖のように連なって、人の心をつなぎ止めてる。私の力は記憶を消すんじゃなくて、つながりをほどいてつなぎ直すものだから。みんなの記憶は消えてないよ。では、取り戻せるんだね？でもそれには、私が勝手につなぎ直した記憶の鎖を、一旦ほどかないと。それから心の奥に散らばった思い出のかけらを集めて、記憶の鎖を元に戻すの。時間、かかると思う。だけど、多分うまくいく。ううん。多分じゃなくて、必ず。今度は私が助ける番だから。わかった。ナミネに任せるよ。
ちょっと待った。この城での記憶の鎖をほどくと言ったね。ということは。うん。ここで起きたことはみんな、思い出せなくなる。ナミネのこともか？ごめんね。そうするしかないんだ。ねえ、ソラ。どちらかを選んで。城での記憶をなくす代わりに、元の思い出を取り戻すか。城での記憶を残す代わりに、大事な思い出をなくしたままか。選ぶしか、ないのか。うん。元に戻してくれ。うん、わかった。嘘の思い出なんかなくした方がいいもんね。本当に大切な人のことちゃんと思い出したいよね。誰だってそうだもんね。